なんだろう、胸がざわざわする。どうして私はあんなに。ハンスに聞いてみようかな。ここはハンスの部屋。他の生徒とは会いたくないな。もう門限す。エフォート先生。ジルか。ちょっと待ってくれ。どうしたんだ、こんな時間に。何かあったのか。別にって顔じゃないだろう。まあ入れよ。今俺一人だし。変なことしないでよ。するかバカ。さっさと入れ。で、クローゼ絡みか。はあ、ハンスには隠せないな。ハンスはさ、クローゼと喧嘩とかしないの？今のところはないな。あいつあんまり自分の意見を言わないし。喧嘩したのか？なんか自分が嫌になっちゃう。私また無神経なこと言っちゃったみたいで。クローゼすごく怒ってた。怒った？あのクローゼが？それはすごいな。ちょっと見てみたい気もする。おう、聞いてるとも。なんかさ、もう合わせる顔がないっていうか、帰りたくないな。今晩泊まってっていい？いいわけないだろ。ちゃんと帰れ。謝ればあいつも許してくれると思うぞ。ジル、あいつ前に似たようなことで友達なくしてるからな。少し心配だな。あ、レオ先輩、今日は遅かったですね。今そこでジルとすれ違ったが、彼女は。え、いや、そこの表情やめて。最近自分がよくわからない。私の後ろに立つのはやめてください。悪趣味です。今日は相当機嫌が悪いな。はあ、顔色が悪い。
私はずっと憧れていたんです。普通の生活とか家族とか友達とか、そんなにうまくいかない。うまくいかないんです。なるほどな。それでなんとなくイラついて物分かりの悪いやつに怒鳴りつけてやったってわけか。そういうことじゃありません。先輩と一緒にしないでください。私はジルさんのことも大切に思ってるんです。でも私は間違ってない。同情とか献身とかそんな理由じゃなかったんです。あの場所はそんなのじゃないんです。哀れみなんていらないんです。そうじゃなくて、そんなのじゃなくて、私は自分が好きだと思うから、純粋に大切だと感じていたから、だからあの場所にいたのに。私は優等生なんかじゃない。私はただ家族でありたかった。やっぱりうまくいかない。家族も友達も、私の手には届かないんだ。はあ、先輩は何かに一生懸命になることってないんですか？こだわりや譲れない一線はないんですか？ああ、怖いね。もういいです。先輩なんかに怒っても無駄ですよね。で、結局自分が何のために怒ってるのかわからんわけだ。先輩、やっぱりちゃんと聞いてませんでしたね。私が怒ってるのは、同情とかじゃないのに。私はそんな理由じゃなくて、本当に大切だってそう思ってたから。また堂々巡りかよ。俺もう飽きちゃったぜ。先輩、ちゃんと聞いてください。私は真面目に話してるんです。いい加減に流さないでください。まあそこんとこだけは自分ではっきりさせとくことだな。もつれた糸と同じ根元をほどかにゃ絡まる一方だぜ。せいぜい悩め。先輩、もういい。先輩なんてどうせからかってるだけなんだし。そんなことないですよね。リクター先輩は本当はちゃんと考えてる人だ。結局自分が何のために怒ってるのかわからんわけだ。もつれた糸と同じ根元をほどかにゃ絡まる一方だぜ。
私が怒ってるのはどうしてなんだろう。私の心がこんなにも乱れ波立っているのはどうして。そうなんだ、私はずっと気づかないふりをしていた。必死に何かにしがみついて、これは正しいのだと呪文のように繰り返した。きっと失うのが怖かったのだろう。だからこそ私の心は、ここが孤児院か。まあ今日のところは偵察よね。やっぱりあれはまずかったわよね。孤児院とかよく知らないのに軽く茶化しちゃったし。孤児院のことちゃんと知ればクローゼにも謝れるよね。なんだ、誰もいないの。はあ、へえ、結構いいところじゃん。ここが問題の。あ、ジルさん。おー、その、入る？ああ、お邪魔します。待っててね、今お茶を入れてくるから。ごめんねクローゼ、私無神経なこと言っちゃった。いいの、ジルさん。私ね、幼い頃に両親を亡くしてるの。え？だからね、あの子たちに自分の姿を映していたのかもしれない。両親がいないからって必ずしも不幸じゃない。それだけの理由でこの人は一生不幸なんだって決めつけられてしまうのは嫌。私ずっとそう思っていたの。かわいそうって言われたくなかった。私が言われたくなかったの。あ、クローゼ、そのことなんだけど。ジルさん、最後まで言わせて。私はやっぱりここにいる子供たちを思って怒ったんじゃない。私はあの時自分のために怒った。そして優等生とか献身とかそんな言葉に苛立った。だよね。そんな心をジルさんに言い当てられちゃって、
それを認めたくなくて、つい無気になってしまったみたい。本当にごめんなさい。いやクローゼ、本当にごめん。私全然そんなつもりじゃなくて、そのクローゼの事情とかも全然知らなくって、偽善とかそういうつもりはなかったの。本当にごめん。本当はもっと早くに謝りたかったんだけど、そのどうやって切り出したらいいかは、それと子供たちのことかわいそうって言ったのも取り消します。私ここに来たこともないのに、孤児院の子ってどんな子か知りもしないのに、軽いこと言っちゃってごめんなさい。あのジルさん、子供たちのこと少し見ていかない？え？知らないうちに傷つけちゃってた。うん、私もごめんなさい。あの時ジルさんに悪気がないってちゃんと分かってたのに、勝手に怒って八つ当たりしちゃった。いいよそんなの、私も悪かったんだしさ。でもね、私も今回のことで少し気持ちの整理ができたみたい。今は不思議なくらい穏やかな気持ちなの。私やっぱりここが大切な場所だって感じてるから。実はちょっと寝不足なんだけど。あれ、クローゼも？私も昨日は全然眠れなくてさ。じゃあそろそろ行こっか。うん。あ、そうだクローゼ、前から言おうと思ってたんだけどさ、私のことはジルって呼び捨てにしてくんない？私の方はずっと呼び捨てだしさ。うん、そうね。じゃあジル、今日面と向かって言われるとこっぱずかしい。急に眠くなって、なんという陽気、耐えられない。ねえジル、自分の手で大切なものを掴むってこういうことなのかな。ん？孤児院は変わらずここにあった。私が固い字を張っていた時も、この心の在り方に悩んでいた時も、この気持ちが偽善かなんてどうでもよかったのだ。私はこの場所が好きだ。たとえ私の目が曇り自分の姿すら見えなくなってしまっても、私は何度でも掴み取ろう。私と
私の大切な場所を。私は私なのだから。そしてもう一つ気づいたことがある。私はまだあの人に一度もお礼を言っていなかった。レクター！今日こそはたんまり仕事してもらうわよ。観念しなさい。クローゼ、大丈夫？うん。挟み撃ち作戦は失敗だったみたいね。ははは、愚か者どもめ。あ、あんなところに。本当に素早いですね。ふん、己の城の浅さを食いながらそこで朽ち果てるがよいわ。やろう。何訳のわかんないこと言ってんのよ。先輩のことだからきっと裏を書いてますよね。いると見せかけていない、いないと見せかけている。ルーシー先輩と二人っきり。あの、ルーシー先輩。何、ハンス君。いえ、あのですね、この世で一番大切なものって何だと思います？やっぱり愛ですかね。一番大切なもの、それは武力？え？はあ、なんだかまたレクターを殴りたくなってきちゃった。ルーシー先輩、俺でよければ何度でも。レクター見つかった？いや、まだ。そう、
このタコ生徒会長。さあ覚悟しなさい。ミック、あんた何してんのよ。話せって。俺は別に何も。だから俺は何も悪いことなんてしてねえって。じゃあなんでこんなとこに潜り込んでたのよ。どう見ても怪しいんだけど。いや俺もそう思って確かめようとして。確かめる？何を確かめるんでしょうか。ああ実はさっき校舎の裏でものすごくだらしなく歩いてるやつを見かけたんだ。それはもう今までに見たこともないくらいだらしないやつだったぜ。どうしてでしょう。誰のことだか。そのだらけっぷりがあまりにもすごかったから俺も気になってさ、後をつけていったんだ。そしたらそいつ周りをキョロキョロ見渡した後行動に入っていって、どう考えても怪しいだろ。俺もこっそり追いかけたんだが、ここで鉢合わせしちまって。そいつ俺の顔を見て慌ててこの下に入っていったんだ。俺も入ろうとしたんだけどよ、途中で突っかえちゃって。チクショー、もう少しだったのに。それはレクター先輩にからかわれたんですね。え？ミック、あんたいっつもサボることばっか考えてるからよ。わざと気を引くような真似をしてあんたをはめたの。あの生徒会長の得意技の一つってとこかしらね。そんなあいつ生徒会長だったのか。信じらんねえ、あんなにだらしねえのに。今さらそんなこと言われても。またレクター君を探しているのかね。はい、そうなんです。明日は生徒総会なのにまた逃げ出してしまったんです。必要な書類も全然揃っていないのに。彼にも困ったものだ。学園長はそのレクター先輩を信頼なさっているようですけど。そうだね、彼には自覚があるのだよ。自分が何をやっているか、それがどんな結果に結びつくか、よく分かっているのだ。その上で好きなようにやっておるのだよ。それに見合う覚悟を持ってな。信頼とは少し違うが、彼はなかなか面白い生徒会長だと思っておるよ。確かに捕まえた時にはそれなりに仕事してくれますし、普段はいい加減なふりをしてますけど、本当は
いろいろと考えてくれているみたいです。でもそれなら逃げないで初めからきちんとしてほしいです。今度そう言ってやるといい。はい、そうさせていただきます。明日は生徒総会だ。早急に捕獲しろ。あ、はい。レオ先輩、相変わらず簡潔ですね。クローゼ、ハスク、いや、なんでも、どうやらあれクローゼは、Thank you.
明日は生徒総会だ。早急に捕獲しろ。あ、はい。レオ先輩、相変わらず簡潔ですね。クローゼか。今日もいい天気だね。またそんなことを言って。暇なら仕事してください。みんな困ってますよ。いや、俺は今超忙しい。10年後の天気を予想しているのだ。邪魔をするでない。またいい加減なことを。でもこういう時のレクター先輩って意外と真面目に話を聞いてくれるんですよね。あの、レクター先輩、ありがとうございました。え？何の話？いろいろです。先輩っていつも私のこと助けてくれましたよね。でもいつもごまかしてさっさと逃げてしまうから。あれからずっと思ってたんです。ん？何のことだかさっぱりわからんな。先輩、以前尋ねましたよね。私は何のためにここに来たのかって。私は以前の生活が嫌いでした。ただ周囲に流されていくだけ。自分で掴んだものなんて何一つなくて、そんな自分が嫌いでした。私は空っぽだったんです。だから先輩の質問みたいなことは考えないようにしていました。弱い自分を認めてしまったらもう強くあれない気がして。空っぽじゃありません。この学園に来て先輩やみんなのおかげでたくさんのことを学びましたから。そして自分の力で大切なものをつかみ取ることができましたから。ふん、うん、だからありがとうございました。クローゼ、やっぱお前真面目だな。そんなことで悩んでたわけ。エイドスもびっくりだぜ。またからかってますね。先輩はどうだったんですか？どうしてこの学園に？ああ、まあ暇だったからな。特にやることもなかったし。そうですか。じゃあとりあえず仕事してください。え？
日は生徒総会ですから今日中に仕上げてもらいますね。まだ机に山積みになってますよ。おい、ちょっと待て、クローゼ、話せばわかる。ダメ。見逃してくれ。これが私が彼レクター・アランドールにお礼を言えた最初で最後の機会だった。彼はその後、その年の学園祭の翌日に突然退学届を出して失踪することになる。ちなみに彼は生徒会主催の劇でクライマックスのシーンに突然乱入し、面白おかしくぶち壊しにしたりもした。そして2年後、私は思いもよらぬ場所で彼と再会を果たすこととなる。純白の輝きを秘めし娘が、白人に思いを託す娘。